なにこれ、憎たらしいですね、この顔。これいただきます。はい、どうも料理のお姉さん、リュウジです。リュウジです。ということですね、今回ですね、もう皆さんに大事な報告がある。なんと私のどでかい顔が映ったですね。セットうっ、これティッ。どうもリュウジのお姉さん、料理です。今回ですね、この皆さんに重大な報告がございます。私の親顔が、おやめちゃめちゃパッケージに出てる。なにこれ、瀬戸の夕塩、歌舞伎鮎みたいな感じですっごく美味しいお菓子がある。僕これ大好きなんですけども、コラボさせていただきました。うぃー、正気か。もうぜひね、至高のお菓子を作りたいって言っていただいて、もう本当にありがとうございます。何度も打ち合わせして、何度も何度も味の研究を重ねて、本当に美味しい至高の瀬戸の夕揚げ作ってしまいました。本当にこれ YouTube でバズったですね、この至高のチャーハン、および至高の唐揚げ、これの味をなんとですね、栗山ベーカーさんがね、ちゃんと再現してくれました。これをですね、今回めちゃめちゃうまいので、ただただこれで飲んでいきたいと思います。はい、リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、まずね、こっちの方から食べていきたいと思います。至高の唐揚げ味、これはね、めちゃめちゃ配慮重ねました。これマジでいい味を作っていただきました。何がいいかって、ここの至高の唐揚げってナツメグが入ってるんですけども、なんとこれナツメグも入れてもらってます。クリームベーカーさん、これ本気です。全国の一部コンビニに売ってますんで買ってください。これ一番美味しい食べ方があるんで、これ皆さんにお教えしたいと思います。ということで、ハイボール、このアルチューマシーンを入れて、これハイボールなのよ。じゃあ皆さん見てください。これ憎たらしいですね、この顔。これ俺が今から食べてやる。いただきます。ちゃんと僕の味付けにしてくれたんですよ、これ。いただきます。ああ、これはね、よく作ったと思う。食べてみれば分かるんですけど、ガーリックの香りもするし、ナツメグの香りもちゃんとついてるんですよ。これがうまいの。このザクザク感が僕の唐揚げっぽいんですよね。すっごいし、味付けも最初は薄めの味付けだったんで、わざわざ僕が、すみません、ハイボールに合うようにもっと濃い味お願いしますって言って、何回も作ってもらったんで、本当にありがとうございました。これがあればハイボール一袋でね、5杯は飲むということで、スタートします。てっちゃん、いただきます。味やっぱ濃い。俺がつまみにするわけだからさ、これちょっとハイボール、あ、今あれですか、ちょっと飲んでみてもいいですか。あれ、唐揚げだね。唐揚げでしょ。ほぼ唐揚げなんですよ、これ。つまみ特化型、ちょっと濃いめのさ、スナック好きな人いるじゃないですか。そういうの買ってる人たちね、すごいいいと思う。お好みでね、ちょっとね、トロッと垂らして、これと唐揚げじゃん、これね。レモンね、絞った方がいいわ。まあこういうコンクでもいいんですけども、めっちゃさっぱりする。唐揚げにはさ、マヨネーズですよね、これですよ。買ってください皆さん。これ一袋で晩酌でいきます。ずっと期間限定なんですけど、ずっと置いてほしい。だってそんぐらいうまいもん。次は至高のチャーハン。これはね、スーパーの方で売ってます。開けると個包装されてるんで、これビールでいきたい。あ、もうね、香りがね、よくこのチャーハンの香りを再現していただいたなと。チャーハンの匂い、これだよ。じゃあいただきますよ。あ、やばいやばいやばい。あのね、ちょっと待って、チャーハンはちょっと完成度がやばい。クヤムベーガーさん言ってたんですよ、社員全員僕の至高のチャーハン作ったらしいんで、そこまでの気持ちの流用なんですよ、これ。ありがとうございますっていうぐらい感動してます。なんでこのネギの炒めた香りとか生姜の香りとか全部再現してくれるのか、すっごい。粉末卵黄も入ってんだよ、本気すぎるだろ。本当にありがとうございます。ラー油ですね。スナック菓子にラー油を垂らすと、こういうことがしたいから YouTube やってるんですよ。
ラー油あ本当にうまく作っていただいて、この至高の唐揚げは全国一部コンビニさんで、こちらの至高のチャーハン味ね、こちらは全国のスーパーさんで取り扱っております。お好きな飲み物とねやっていただいて、ほっとらしい。ぜひ皆さんこちらね、期間限定でございます。ぜひお買い求めいただきたいと思います。ビールできて、もうこれは好き、僕が好き勝手撮ってる動画なんで、別に他の企業のラベルとか全然出すんですけど、ただね、一番になってきます。久々にやった一番。